今日は多分キャプチャー大丈夫。さて曲がる方向は右方向ですね。速さ確認するの忘れたけど、もはや見知らぬとは言えないぐらい見知っている猫があそこにいますね。どこ見てんのか分かりませんけど、あんな服装だったっけ。見知らぬ猫もおしゃれをする時期か。早くない？早くない？気のせいじゃないと思う。とても早いと思う。これ200ですね。あーもう突然来るからさ、これコーラとかも早くなるのかな。明らかに早いな。コーラも早いですね。コーラにもジェットエンジンか何かでも搭載してるんでしょうね。あれ怖い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 。暴れるな暴れるな暴れるな。けあーえもう迷ってる猶予ないですね。これもう迷ってる間にあのアイテムブロックは通行。ありがてー天の恵み。これこれいい。あ私にも来る。早い。こんにちは。早く。よし、ここはなー、ちょっとコインとかも綺麗に取ってる余裕ねえっすね。これはよし、アイテムはしっかり取る。オッケー、1個しか取れねえ。飛びすぎた。やばいやばい、マシンガンのように。キラーってどれくらい速いのこれ。やばいんじゃない。おい、あれ当たってない。ガードか何か持ってたか。気をつけろ。おれい。早すぎるでしょこれ。グバイ。なかなか捕まってないな。まあ、今回はそこまで速いマシンではないから、それがなんかいい感じですね。逆にこれすぐ飛んでくるからさ、ガードが間に合わないとかありそうでな。気をつけて。グッバイ。うわーバナナナイス。むしろナイス。よく砕いてくれたぜ。おら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 、わあもうな、その、なんだろう、なんだろうな、どっかで聞いた声あんな、今の自分の声。まあ、マイクを通したら別の声に聞こえるのはよくあるあるなんですけど、あの、私視点ではなんか、なんだろうな、マリオ&ルイージ RPG2 で、ひどい目に遭ってるルイージの時の声みたいなの、それに近い何かを感じたね。いやー、にしてもあれですね。投げてから自爆するまでのスピードが速いから、うん。わーだね。それぐらいの感想しか出てこないよ。でもあれ惜しかったっすね。あれ自爆さえしてなかったら1位でしたね。うん、案外間に合うもんなんですねあれ。いや違うか、もしかしたら1位はもうとっくにゴールしてて、あれ2位だったかな。いやそうでもないか。うん、まあ諦めなかったら意外と間に合うから、攻撃の手を緩めるなって感じですかね。うん、すぐさま通過するのであれば自爆する可能性も低いんですよね、普通の速度よりは。だったら突っ走っていけばいいんじゃないかなというところで、ここで100とか来たらむっちゃ遅く感じるんでしょうね。感覚が来るな。さて11人、1人減りましたが、ここにルールが出るんですよ。今回はそれを収めておきましょう。150、まあそこそこ。そうか、200だったらもともと150でも平方鉱山のなんかショートカットとか結構できるとからしいんですけど、200だったら新しいルートとかあるんでしょうね。あのビッグブルーのタイムアタックがやばいと聞きました。ずっと空飛んでるみたいな。見に行ったら見れるかもね。この後見に行くのもありかもしれない。さてもしかしたらね、この短い間にすでに新しいルートが研究されてるかもしれないからね。やめてやめて、ここなんか結構体当たりされる道あるんだよな。あー、そんな予感はしてたから離れたかったんだけどな。スリップストリームは頂戴しようと欲張ったのがダメでしたかね。スローイン。暗いなこのバナナ。食らったか、やったか。やってないね多分。どこに飛んだのかも分かんないよ。もしかして反対側あったか、あの地形。あーもうさっきからひどいことするな。もうあーひどいことするな。もうちょっと怒ってない、ルイージ君怒ってない。え、顔がだいぶ険しくない。あ、はい、あ、やっぱ怒ってるわ、うん、でもそれでもファンサービスは欠かさない、緑の人気も。ちょっと危ねえだろ、前に前に攻撃しなさい。バナナを持ってそんな消極的な、ね、姿勢だったらね、1位に独走を許してしまうぜ。というわけで君には天罰を与えてやろうじゃん。さあスタート。まだサンダーとかは来ないと思うんですけどね、これ使い時大事だよ。ちょっと怖かったんで使ってしまった。あわよくば体当たりして危険を排除したかったんですけど、よし2つ取った。これゲソちゃん何の意味が。まだだまだ。んここら辺でどう来てる。わしわし、あれやばいあれやばい、当たったらやばい。この人を壁にして。オッケー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 。
なんて卑怯な。お、ジャンプ回避、来い。ほら、かかってこいよ。中心に立った。誰か来る。オッケーオッケー。逃がしはしない。オッケーオッケーオッケー。よしよし。中央に立って一人でも多く妨害に。基本中の基本。おっと、いけない。おっと、いけない。気をつけろ。やばいぞ。ここ落ちたらもう終わるからな。ここはまだ、ああ、ああ、流されまーす。ちょっと。ダッシュ床に遠いところに落としやがって。わーい。もうダメだ。なんでそんなところにキノコ生えてたんだよ。横から奪われるパターンでめったにないんですけどね。サバッと取られたけど、あのキノピオさんも多分ひどい目に遭ってたんでしょうね、上の方で。で、なんか横にすっげえ弾かれて途方に暮れてたってところでしょ。1個でいい。贅沢がない。サンダー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 、来ないかな来ないかな。おおおおお、あーすぐに。わーちょっと後ろに嫌がらせする人ほんと怖いんだけど。それ致命傷になるんだぜ。まあでも最近は平均レートも上がってきたのか、これぐらいの順位でも上がるので楽でいいですね。よし。ただルイジ君はなんかちょっとおこなのでね、次の試合で挽回しましょう。さーて、ドッスン遺跡でございます。久しぶりですね、ここね。あ、ちなみに速さは150でした。ちゃんと今回は見ています。まあ、だからといって次回無理とは限らない。そのあたり適当です。なんかね、ハンドル操作してからあれ速さ違うくねっていうのが結構ね、個人的には好きなんですよね。そのはちゃめちゃ感が、パーティーお祭りゲーっぽくてね。さーて、誰が不幸になる。道を開けたら不幸ではなくなるよ。そして私が幸せをつかむ。おう、よし、グリード今日。これは結局ここ通ったらいいんだっけ。もうルート覚えてないんですよね。キノコを使ったらこっちの方がいいとか、まあいろいろあると思うんですけど、まあそこら辺は気にせず行こうぜ。ガンガン行こうぜ。せずコインさっさと集めよう。これね、あ、やばいやつ、落ちると予感、落ちる予感がした。この角度はダメな気がしたので、ちょっとやめた。なんか、紫、ウルトラミニターボの、なんか宣伝で、なんか、あそこやってましたよね。まあ、効かないっすよ。その程度では私の、この、クマちゃんのケツに傷をつけることすらできない。まあ、傷をついた頃にはもう致命傷のような気がしますけど、トゲも来てない。あー、もうちょっと我慢したら、たまったな。まあまあまあ。よいしょ。いいねいいねいいね。距離離れてきたよ。潰し合い潰し合い。パックンフラワー、ブーメランフラワー、ファイヤーフラワー、その他もろもろでね、醜く争い。あ、ちょっとさあ、もうそういうちょっとメンタル揺さぶるのやめてほしいんだけど、ちょっとなんかあそこのショートカットな、まだな、たまに落ちるからな。ウルトラ欲張って落ちる未来しか見えないんだよな。欲張らずに行きましょう。そうしなければ、まあ無理をする必要ないと思うんだよね、今のところはさ。今は大丈夫だけど、そろそろトゲズを来るかもしんねえよ。よし、ここは飛ぶか。おっと、うそうそ、私の完璧。ああ落ちちゃった。飛んだら加速したのにな。せめてって感じ。しかも見てください、この不穏なアイテム、やめてくんない。これ自爆を象徴するかのようなアイテム渡されたぞ。これ嫌なんだけどさ、これどうする。どっかにポイする。ポイ、イエス、惜しい。こんにちは。スプラトゥーンから逃げるなと。最近はね、やってないです。竹から逃げ続けてますね。この後竹取るか、勢いで。よし、この後竹取ろう。よし、なんか終始逃げ切りの、うん、いい感じでしたね。欲張らないだけで勝てる試合もあるという証明ですね。これは身の丈に合ったプレイしろっていう。やったー。まあ綺麗に。クマ怖くない。何この眼光。